レジ袋有料化についてちょっと取り上げてみたいと思います。あなたはこのレジ袋有料化問題についてね、どう思いますか？ちょっと小町です。ちょっとこれ誰だっけ、ザ・タッチな金梨和也です。突然のやつに絶対何も返せないからね、基本俺もうなんか梅雨ですね、もうジメジメして大変ですけど、今日は真面目なテーマでやっていく節約大全公式チャンネル、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、レジ袋有料化についてちょっと取り上げてみたいと思います。本当に真面目だ。はい、まずね、経済産業省のプラスチック製買い物袋有料化2020年7月1日スタートというページを概要欄に貼っておくんですけど、はい、まあ、まあ最近ニュースでね、いろいろやってるじゃないですか、コンビニ3社がこの7月1日から有料化するということで、はい、スーパーだと結構あれなんですかね、もうすでに有料化されてるところは多かったですね。僕よくマイバスケット使うんだけど、うん、イオングループのね、うんうん、そこだともう5月っておかしいか、5月くらいからもう有料化されてて、うんうんうん、M と L があってね、大きいのと N が3円、うん、L が5円みたいな、そんな感じでお金も取られてますね、うん、まあそうだね、みんな大好き OK ストアとかはもうだいぶ前から有料化で、よくね、なんか段ボールにこう買い物したものを入れて運んでる人とかがよくいますけどね。そんな人いる。スーパーとか結構段ボール置いてあるじゃないですか、うん、持ってっていいよみたいなやつ、あれにそのままこう、あ、それをもらって買うんだ。そうで、あとは、まあ、僕ら神奈川県ですけど、はい、もうね、僕らの元いた愛知県とか、はいはい、岐阜県とか、うん、だいぶ前からもうね、レジ袋有料化だったり、そう、有料化の話ってもっと前から聞いてたよなと思いながら、うん、そう、うん、まあ、全国一律というのがこの2020年4月で始まるということみたいですね、うん、はい、はい、ついにいろいろなところが有料化に踏み切るということで、うん、まあ、先週もうちの奥さんがちょうどね、小バッグを買いになんか行ってたりとか、うん、そんな感じになってますけど、はい、金谷さん、はい、まあ、なんとなく予想できるんですけどあなたはこのレジ袋有料化問題についてね、はい、どう思いますか？まあ、あんま気にしてないというか、まあ、3円とか5円とか、うん、コンビニやスーパーでね、うん、レジ袋をくださいっていうのがめんどくさいなと思うくらいで、はいはい、はい、せめてさ、こう今まで無料だったものが有料になるのはもう困りますよね。男の僕がなんかエコバッグとかなんかそういうものを買っていつも持ち歩けるわけないじゃないですか、みたいな、うん、毎回そんなな、チリツモで結構損しちゃいますよくらいのこと言えないよ。節約大全のスタッフなんですよ、あなたは。せめて建前上だけでも建前で、うん、言えよっていうね。やっぱ有料困るな、はい、と、まあね、相変わらずこうアンテナ感度の低い金梨のことは置いといて、はい、僕はね、このレジ袋有料化問題には強く反対してないんですよ。いや、俺ら住んでる横浜市ね、はい、横浜市って自治体指定のゴミ袋があるわけじゃないので、はい、レジ袋をね、そのままゴミ袋として、うん、そう忘れるからね、使ってるじゃないですか、うん、で、指定の袋がある自治体だったとしても、うん、その指定の袋の中にそのレジ袋に入れたゴミをそのままなんか内袋として使うみたいな、うん、そういうパターンもね、多いと思うんですよ。そうですね。そう、だからレジ袋が完全に有料化されてしまうイコールゴミ袋の有料化っていう風になってしまうと思うんですね、うん、これは単純にお金の問題として節約家には痛い、まあ、金谷さんのような富豪には関係ないことなのかもしれないですけれども富豪じゃないけどね。そうで、エコバッグ持ってきゃいいじゃんっていうことかもしれないんですけど、うん、エコバッグにするならエコバッグももちろん買わないといけないし、うん、例えばこれがなんかもうみんなエコバッグ使ってるからファッション性とか機能性とかそういうのが要求されるようになってくると、うん、なんか流行りができてね、定期的に新しいものを買わないといけない、うん、もうこの春のエコバッグは薄ピンクですみたいな、パステルカラーのみたいなさそういうところまで消化するかな、うん、定期的にね、季節ごとになんか買わないといけない、なんかメッシュのエコバッグみたいな、夏は、ね、そう出てくるかもしれないしね、うん、そんなで、しかもそんなエコバッグをうっかり持ってくの忘れたら、うん、レジ袋買わないといけないじゃないですか。はい、3円、はい、5円、みたいな。あかんやろ、これは。うん、というのが、こう、物理的な問題。はい。うん。で、次に考えてみたいのは、このレジ袋有料化の意味です。はい。なんで有料化にしてまで、レジ袋の配布量を減らそうとしてるんですかね、国は。それって、やっぱ環境問題でしょ、うん、海洋プラスチックゴミがどうのこうのって、テレビでよく言ってるし。はいはいはい。さすがの僕もそれくらいは。海洋プラスチックゴミ問題ね。はいはいはい。へぇ、はい。何その嘲笑書いたやつ。あのね、冒頭で紹介した経済産業省のページに、はい、レジ袋有料化 Q&A ガイドというパンフレットがあるので、はい、まあ、その URL、PDF の URL ね、うん、概要欄に貼っておきます。これですね。はい、今、ドンと画像を出しましたけど、うんうん、この Q1 を見てください。はい、なぜプラスチック製買い物袋の有料化をするのか。はい、答えが、
海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの解決に向けた第一歩として、プラスチック製買い物袋の有料化を通じてマイバッグの持参など消費者のライフスタイルの変革を促すことが目的です。確かにこう海にね流出したプラスチックは分解されないので、まあそのまま海洋生物が食べてしまって消化できずに死んでしまったりとか、ウミガメの鼻にこうストローが刺さってそれを抜いてとかっていうね、痛々しい映像がニュースで流れたこともあって、それを受けてスタバがストローを紙製に変えるとかよくやらないことをやってるとか、くだらない言わないで、これ今画像出てますけど、これこういうやつですね。鳥が死んでしまって、あのプラスチックが消化されずにそのまま体の中から出てくるとかっていう、こういう痛々しい映像、まあこれセンセーショナルですからね。こういうのにみんな感化されて、レジ袋使っちゃダメなんだ、うん、有料化 OK、 マイバッグ使いますみたいなところが、何ところが、はい、裁判長、はい、反対尋問、はい、ちょっとこれ見てください。はい、これ清水化学工業というレジ袋の製造販売をしている会社のホームページ、はい、ちょっと引用させてください、はいはい、環境省による海洋プラゴミの実態把握調査というのがありまして、はい、漂着ゴミ、プラスチック類のみの種類別割合です、はい、この赤枠で囲ったところ見てください。ポリ袋、重量、全体に占める割合 0.4% この2つ下かな、魚網、まあ、まあ量の網ですよね、うんうん、あとロープとかっていうのが 41.8%、 半分近くを占めてるし、その他プラスチック、ライター、注射器、発泡スチロール片等が 26.7% っていうことなんですよ、はい、ね、ポリ袋の割合 0.4% です。本当だね、はい、でその他のデータっていうのもあって、はい、この赤枠の部分、海洋ゴミ、プラスチック、はい、中国400万トンで、これを 100% とします、はい、日本は、6万トン、少ないね、うん、1.5% しかないですよ、中国の、はい、で、その中でさらにポリ袋となると240トンで 0.006% しかないですよ中国が出しているプラスチックごみ全体のね、はい、プラごみに占めるレジ袋の割合が 2.2%、 海洋ごみとして中国が出すプラスチックごみが400万トン、うん、日本のポリ袋は240トン、はい、このデータの下に書いてあることをちょっと読ませてもらいます、引用させてもらいますね、はい、レジ袋有料化による海洋プラごみ削減の効果はほぼないです。よって海洋プラごみ対策としてレジ袋を紙袋に代替してもほとんど意味がないのです。日本のレジ袋使用量は年間1人当たり石油3リットル分、ガソリンでは普通車約 30km 走行分に当たる、うんうん、で紙袋はポリ袋の体積の7倍以上であり、はい、その結果輸送車両が7倍以上必要となり、はい、そのガソリン使用量だけでレジ袋使用量年間1人当たり石油3リットル分はすぐに超えてしまいます。なるほどね、はい、そういう考え方ね。そうで、保管費も7倍かかって、うんうんうん、それもエネルギー換算すると相当な量となります、はいはい、日本のレジ袋年間1人当たり使用量である石油3リットル分の輸送に必要なガソリン量を 0.5 リットルとすれば、紙袋の場合 3.5 リットルになり7倍なので、うん、レジ袋の使用量を超えます。本末転倒だということを言いたいわけですね。そこまでは言いませんけど、一体これは何なのか、ホワーイっていう話ですよ、はい、はい、なんでそこを、わかんないですけど、わかんないですけどね、まあでもちょっと考察していきましょう、はい、引き続きこのホームページの中にも出てきた中央環境審議会循環社会部会プラスチック資源循環戦略小委員会プラスチックを取り巻く国内外の状況過去第3回という資料 PDF に噛まないのがすごいよね書いてあることをちょっと読ませてください、はい、はい、1950ここで噛むっていうね1950年以降生産されたプラスチックは83億トンを超え、63億トンがゴミとして廃棄された、はい、回収されたプラスチックゴミの 79% が埋め立てあるいは海洋等へ投棄されている、はいはい、でそのうち、ね、リサイクルされているプラスチックはたったの 9% に過ぎない、うんうん、で現状のペースでは2050年までに120億トン以上のプラスチックが、埋め立て自然投棄されるっていう記述があって、はい、さらに2018年6月に発表された UNEP、はい、国連環境計画なんですけど、はい、の報告書シングルユースプラスチックによれば、はい、各国の1人当たりプラスチック容器包装の廃棄量を比較すると日本の人口1人当たりのプラスチック容器包装の廃棄量は米国に次いで多いそうなんですよ。なるほど。だからそのような指摘を国連から受けて、うん、世界を取り巻く環境を鑑みた結果日本としても何かしらの対策を講じて世界にアピールしないといけない、うん、っていうことなんでしょうね。なるほど、はい、で、データ的に一番意味のなさそうなレジ袋がそれでやり玉に挙げられてね、うん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 、こうやってメーカーがね反論メッセージをコーポレートサイトにわざわざ掲載するっていうことにまでなってるんですよ、うん、まあ、この数値を見てどのような感想を持つかこれ見てくれてる人の判断に委ねたいと思いますし、うん、何を言ったところでね7月1日から、コンビニ大手3社もレジ袋有料化っていうのはもう決まったことなのでこれは変えられないです、はい、これは決まっています、はい、はい、なのでね皆さんがどう思うか考えました。それでは
あとはね、最後は今日全く仕事をしてない金橋さんに締めてもらおうと思います。本当にしてねえ俺、はい、いいですか、 3,2,1 はいどうぞ。まあね、アピールするにしてもね、結局 0.4% っていう割合があるわけじゃないですか。これ後から結局日本変わってないじゃん、同じようにまた指摘されると思うんですよ、うん、意味のない施策としてなってきちゃうから、うん、もっといいところ効果が出るところをやればいいのになっていうのはこの話を聞いて今日思いました。あんま意味ない気がしてきました僕も。だけどレジ袋買わないようにエコバッグ買います。絶対買えよ、買ったら見せろよ。見せるし、かやさんがどっかの動画でレジ袋じゃないやエコバッグを公開します。本当は前から買おうかなと思ってたんだよね。ああそうなんだ、うん、でもあれでしょ、なんかマンションの下のマイバスケット行くだけでしょ。そうなんだけどさ、そうなんだけどさ、はい、聞いてよ、はい、この最後のグダグダのくだりはどれくらいカットされるんでしょうかということを、大体カットですね、編集を楽しみにしたいと思います、はいはい、それでは、皆さんもちょっとこの問題については考えてほしいなというふうに問題提起をして終わりたいと思います。はい、はい、じゃあ今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルでは僕、小町と金橋和也が暮らしに役立つ様々な節約術でお金の出口を絞りつつ、入り口も増やすことで人生をハッピーに彩っちゃう、そんな広い意味での節約情報を緩く発信していますので、はい、ぜひ高評価とチャンネル登録ポチをよろしくお願いいたします。もう小町さんにディスられすぎて僕鬱です。鬱のやつ大体養分